はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。栄冠ナインやっていきましょう。今回は甲子園直前まで進めていきたいと思います。おそらく動画はすぐ終わるんじゃないかなと思ってます。よし、やっていくぞ。4、とりあえず今回の合宿を盛り立て知名度ノリノリくん、京介の次のね正捕手をなんとかしたいから、あれだね、キャッチャープラス誰かしら覚えてもらいたい。ありがとう。肉とマロ肉、よし行こう。合宿、いやもう一つしかねえな、これしかねえな。あーそっか、外野手ってこと考えたらレーザービームはいいね。対エースも悪くねえな。どうしよう、これいくか、これいきますか。おいいよ、ヤスケン。できれば俺はね、1、2年生にいろいろ頑張って覚えてもらいたいんだよね。あーこれいいな、これいいな。3人が3人とも魅力的だな。クイックシー、はい、みんな頑張ってよ。これ行こう。理想は姫野さんキャッチャープラスなんだけどね。よーし、いいぞいいぞ。チャンスに欲しいな、チャンスに欲しいな。おー、いいんでしょ、なんか主役っぽいもの覚えたでしょ、ムードもある。どうした、できてんのか、重雄と姫野さんはできてんのか。ここでタモさんがあのムードを覚えれないっていうのはやっぱあれだね。なんでもない、なんでもないわ。これでキャッチャープラス1覚えたら超でかいぜ、相当運いいぜ。覚えろ姫野さん。ダメかな、ダメかダメか。まあまあまあ大丈夫、時間はある。こだわってれば多分そのうち B にはなるだろう。5でいくか、5でいこうか。8月、俺もねこれ予定立ててっから、ちゃんと大丈夫、立ててる、予定は立ててる。2年生の野手に関してはね、ピッチャーはね、あんまり予定は立ててなかったんだな。球速151か。いいな、大丈夫だな。よし、スタミナ上げよう。谷中。あ、変化球十分よ。
請求案。よし、タイピースタミナいいね。コントロールもすでにそこそこあるんだよね。どうしようか、変化球磨いとくか。いっぱい経験値入るからな。こっちにしよう。基本パワーに費やすぞこの甲子園は。はミートでいくかな。うん、基本もうこの甲子園のために俺はパワー上げなかったからね。ガンガン上げれると信じて。敬語。ミートアップかな。トリックミート17、寂しいな。ミートアップいこうか。大家さんのパワーアップで。タモさん、タモさんあれなの、パワーヒッター持ってんだよね。パワーアップいこうか。よし、一つでも多く買ってガンガンパワーアップしよう。見てなかったぞ。長崎県代表ハザミ小、ハザミ小高校っていうのは前評判し微妙だな。いやあれだからね、この大会中にもしかしたら大谷とか藤浪とか出てくるかもしれないよ。甲子園で当たれば面白いなということで、その年代でやってるから。ぞお褒め使うぞ。シゲだぞ使うのは。あ、もうノリノリか。あ、音がダメダメになってる。音を使っといた方がいいかな。音を使っとくか。投げる場面来るよな、絶対来るよな。次の試合かどうか分かんないけど、うわ迷う。いや使う、うん、使っても普通にしかならなかった。1段階しか上がんないんだねみんなノリノリになるもんだと思ってた。よし、そんじゃ、ちょっと短いですけど今回はここで終わろうと思います。終わります。